聖書を拝読します。マタイ24の6から14までです。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に危険と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国々の人々に憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎しみ合います。また偽預言者が多く起こって、多くの人々を惑わします。不法をはびこるので、多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられ、で全ての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。アーメン。金の光聖歌台の賛美と演奏ありがとうございました。今日は2021年の終わりの月の12月の1日です。2021年1月をスタートした時が昨日のようですが、もう終わりの12月になりました。今日が12月の1日ですが、すぐ31日終わりの日になるでしょう。なぜでしょうか。歳月というものは地上の中にある肉に属しているからです。ですから始まりがあり終わりがあるのです。もしここが天の御国、霊の世界なら、カレンダーもいらないし、時計もいらないでしょう。新年になると、もう一切増えるんだ、老けるんだと思わないでしょう。終わりという単語もないでしょう。人が臨終を迎える時になると、人によって違うでしょうが、一般的に体に起きる変化があるそうです。喉から痰が絡んでいるようなガラガラという音がしたり、呼吸が困難して息切れがするとか、怖くて不安で声が出てしまうとか、目の前に何かが見える幻覚症状もあるそうです。私はこの世も同じように臨終前のいろんな症状が現れていると思います。神様が天地万物を創造なさってから何と言われましたか。よしと見られた。グッド。人を作った後は非常に良かった。ベリーグッドと言われました。ところで歳月が流れて時間が経って、人間は堕落しました。世は病んで堕落して壊れてめちゃくちゃになりました。今はコロナが世界を覆っていて、いろんな終わりの時の前兆が世界中に現れています。人でどうしてそんなことがあり得るのかと思うような事件事故が毎日起こります。これはまるで深くて汚い沼に落ちた人が抜け出せないまま、息もできなくなって苦しんでヘトヘトに疲れて、すぐにでも死にそうな、そういう姿と同じだと私は思います。終わりの終わりになっているのです。死の直前になっているのです。今日の本文はイエス様と弟子たちの会話です。イエス様がエルサレム神殿、つまりヘロデ王がユダヤ人の関心を買うために建てている神殿が、主はいずれは全部崩れるという予言の言葉をされました。そしたら弟子たちはそれを聞いて主に質問をしました。いつそのようなことが起こるのでしょう。世の終わりにはどんな前兆があるのでしょうと聞きました。するとイエス様は答えてくださいましたが、それが今日の本文にある内容です。
今日のメッセージのタイトルは終わりの時の終わりの前兆ですが、終わりの時の前兆とも言えるし、終わりの前兆とも言ってもいいようです。同じのような言葉のようですが、なぜこのようにあえて同じ単語を重ねているのか、それにも理由があります。私が連合清潔神学校の校長として数年前に任命されましたが、その時新学生たちと生徒の信仰成長のために何かやってみようと思って、教授の方々と話し合いました。それでセミナーを開こうと思いました。で、2人が発表をすることになりましたが、私に新しく校長になったから発表してくださいと言われて、それでそのために備えました。祈りながらセミナーでどんな内容を伝えなければならないのかと神様に祈りました。そしてある日、祈っているうちにマタイの福音書24章を読みなさいという心に強く働きかけがあって、すぐ読んでみました。終わりの時の前兆についての内容でした。もちろん前も何度も読みました。でもその日は14節を読みながら、自分なりに大きい悟りがありました。4節からイエス様は終わりの時の前兆についていろいろ話してくださいました。ところで、その終わりの時の前兆の中でも、終わりの前兆が14節に書いてあるのです。14節を読みます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ますとあります。イエス様は終わりの時の前兆をいろいろ話してくださって、6節ではこうあります。しかし終わりが来たのではありません。7節では生みの苦しみの始めなのですとあります。しかし14節ではそれから終わりの日が来ますと言われました。これが終わりなのです。それで今日のメッセージのタイトルを終わりの時の終わりの前兆と決めました。終わりの時の前兆にはいろいろあるでしょう。例えばそれを等あるとしましょう。例えの話です。終わりの時の前兆の中で7番目が現れました。だからといって主が来られるのではありませんね。8番目の前兆が現れました。それでも主はまだ来られません。9番目の前兆が現れても同じです。もちろん前兆というものがこのように1番目、2番目、3番目と順番通りに現れるという意味ではありません。いろんなものが一遍に現れたり混ざって現れたりしますが、例えで説明すればそうです。で、塔の中でも最後の10番目の前兆が現れてこそ主がまた来られるのです。それで私は今日のメッセージで終わりの時の前兆の中でも終わりの前兆をテーマにしました。クリスチャンがこれを正しく悟って知っているなら、過去にあったような過ちは起こさないでしょう。例えば主がいつどこに再臨なさるとか言って山に行ったり海に行ったり、そういう騒ぎがありましたね。そういうことが、そういう過ちがあってはいけないのです。一番目には終わりの時の終わりの前兆を知るためには、まず人間工作を成就するための歴史の流れを知らなければなりません。イエス様は天地を創造なさった三位一体の神様のお一人です。人類の繁栄と衰退、この世の歴史の流れ、初めから世の終わりまで全てをご存知です。それで本文でイエス様は終わりの時の人類の流れを説明してくださったのです。ところでイエス様はマタイ20章1節から16節でブドウ園の労務者の例えを話してくださいましたが、この聖句で同会の先生がブドウ園の例えというメッセージを伝えてくださいました。人類の歴史の時代を明け方から夕方までの一日の日課に例えて、とても分かりやすく説明してくださいました。
そのメッセージを聞いて私はとても恵みを受けて、悟ったところも多かったので、皆さんにも伝えたいと思います。こういうことを知っているなら、人類歴史の変遷と人間工作の流れの様子と中身、そしてこの世の歴史がなぜこのように流れてきたのかを悟ることができると思います。マタイ20の1から16の中で、まず1節から2節を読むと、天の御国は自分の葡萄園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。彼は労務者たちと1日1デナリの約束ができると彼らを葡萄園にやった。そして9時と12時、3時、5時頃にも出かけて同じような賃金を約束して労務者たちを雇いました。ドーカイズ先生はこの例えはただ葡萄園の労務者の雇いについての話ではなく、6000年以上の人間工作の歴史の流れを一日に圧縮して簡略に説明してくださった内容だと言われました。ここで主人は労務者を雇いに朝早く出かけたとあります。ここで朝早くとは、アダムとエヴァが神様の言葉に聞き従わなくて、善悪の知識の木から取って食べて、呪われて、この地上に追い出されて人間工作を受け始めた人類の歴史のスタートを意味します。8節に、夕方になったので労務者たちを呼んで、賃金を払ってやったとあります。ここで夕方とは、人間工作の歴史の終わり、終末を意味しているのです。私はドーカイズ先生のメッセージでとても恵みを受けましたが、特に悟ったところがあります。ブドウ園の例えを読むと、一日の日課の中で朝早く、そして夕方が出てきます。それが終わりと、それが初めと終わりですね。 そしてその途中に9時と12時と3時、5時、このように4つの時点が現れています。これはただの時間ではなくて、人間工作の流れに重要な影響を与える歴史的な変化を表れる重要な時期を4つの時間に例えているのです。人類歴史の流れにおいて世界史的にも大きい変動をもたらす重要な起点を表現しているのです。神様は人類の歴史の流れの途中で世界史的にも大きい変動をもたらす重要な変革を導き出して人間工作を成功させようとしておられるのです。聖書を読むと時代の流れが分かります。人類が初めスタートした時どうだったでしょうか。マラソン競争を考えてみましょう。出発ラインに立っている選手が号砲が鳴ったら、みんな力強く走り出します。しかしだんだん疲れてきますね。諦めてしまう人もいます。人類の歴史も始まった時は力強くスタートしました。しかし時間が流れるほど人類は怠けて、罪を犯して、悪を行って、多くの過ち、失敗を犯しながら試行錯誤を繰り返しました。そして今は終わりの時です。人の規律も秩序も乱れていて、人の道理も起きても混濁していて、再生不能になっています。秩序は破壊されて、起きても弱くなっています。人間の価値観を失っていて、獣より劣っているほど堕落しているのです。神様はこのような堕落と不信仰によって人類が人間工作の実をまともに結べないのを見て、もどかしく思われました。それで世があまりにも罪と悪で染まらないように、途中途中に目を覚ますような時間をくださいました。間違った方向に向かっている人類の歴史を正すことができる大きい分岐点を定めておられました。例えばローア時代に世に罪と悪がはびこって、人類が
堕落に走っていた時、その当時は人間工作の身として出てくる人があまりにもいなかったのです。それで仕方なく神様はこの世を新しくするために水で裁きをするしかありませんでした。それで洪水の裁きが終わった後、新しくなった人類がまた新しく力を得て力強く走りました。しかしまた多くの時間が経つにつれて、また人々の信仰は弱くなって、神様を信じないようになって、人生は疲れ果てました。そしたら今回は神様はダビデを選び、王政時代の輝く歴史を立てるようにして、人類を慰めて人間工作の流れに勇気と希望を吹き込んでくださいました。しかし神様のこのような慰めと配慮にもかかわらず、人類は罪を犯し続けて、むしろさらに大きい罪と悪によって歴史を染めてしまいました。それで旧約聖書のマラキの後、数百年間聖書の記録はありません。つまり神様からの啓示が途切れてしまいました。それで人間工作の流れも休眠状態になりました。神様との交わりが途絶えてしまい、神様を見つけることができない聖書の暗黒期になったのです。眠っているこの時代が終わってから、神様は人間工作に希望を与えるために、イエス・キリストをこの地上に使わせてくださいました。イエス・キリストがお生まれになり、福音の良き知らせが全世界に伝えられる恵みの時代になりました。イエス・キリストの十字架の犠牲と愛、その力によって眠っていた歴史が目覚めて、世はもう一度力つけられて、希望を持って歴史は流れました。しかしその途中で、また中世のカトリック教会の聖書の歪曲とローマ法王の横暴によって、長い間宗教的暗黒時代になりました。そうしていて、15世紀の後、ルネサンス運動とルーターの宗教改革が起こり、世界史的に歴史に大きい転換点をもたらす大変革が起こったのです。人類歴史がまた力つけられました。しかしこれもしばらくでした。人は悪いので、神様を認めない人々によって、進化論や共産主義などが主張されて、人類の歴史の流れはまた暗くなりました。それで今の世の中はどうでしょうか。イエス様が本文で言われたように、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に危険と地震が起こり、人々は憎み合い、惑わし、不法がはびこるので、多くの人たちの愛は冷たくなっています。それに最近はコロナという感染病まで全世界に広がっていて、不幸になっています。それで神様はこの終わりの時に希望を与えるためにご計画をなさいました。つまり同会の先生と万民教会を立てて、共鳴の福音と神の力によって人類を慰めて、暗くなっている人間工作の歴史に光を照らしてくださったのです。人類の歴史に希望をくださいました。同会女先生は、武道園の労務者の例えに現れている人類の歴史を分かりやすく説明してくださいました。私は今日ちょっと自分のメッセージが難しいと思いますが、同会女先生はこの例えについてとても優しく分かりやすく説明してくださいました。田舎で農夫が畑に出て行って働く一日の日課に例えて説明してくださいました。膨大な歴史の流れを一日に圧縮して説明してくださいました。神様は千年が一日のようだと言われたから、人間工作の歴史が一日のように見えるかもしれません。朝早く農夫は畑に出て行って、夕方まで働きます。朝は寝た後だから十分力がありますね。それで気合を入れて仕事を始めます。しかし時間が経つほど、だんだん仕事が大変だから、重労働だから疲労感を感じます。それで昼食の前9時頃は
9時か10時ごろは途中で間食を食べます。それでまた力つけられて働くのです。でも時間が経つほどまただんだん疲れていて、で12時ごろになると昼食をとるようになるのです。で食事のあと少し休憩をとるのです。日陰で昼寝をしたりして再充電するでしょう。そして午後の仕事を始めるのです。休んだからまたご飯も食べたからまた元気が戻るでしょう。それで一生懸命働きます。そして午後3時頃になるとちょっと疲れたからまた間食を食べたり一息つきます。お湯の人ならお酒も飲んだりタバコも一服したりするでしょう。そして残りの仕事をするのです。でも5時頃になるととても疲れます。ヘトヘトになるのです。足もホラホラするかもしれません。それでもやっと踏ん張って今日の自分がすべき一日の仕事は終わせなければならないから頑張ってするのです。夕方までそのようにするのです。一生懸命にその日の日課をこなすのです。人類の歴史の始まりと終わりもこれと同じのようなものです。一日の日課の中で時間が経つほど疲れるというのは歴史の流れで考えてみると主の去りの時が近づくほど世がだんだん悪くなるという意味でもあります。人類の歴史が流れて時間が経つほどだんだん悪くなって悪が大きくなって罪と悪がはびこって犯罪が多くなって怠けて秩序は壊れて乱れるのです。バラバラ殺人とかもうよくあるし、最近は小さい赤ちゃんを虐待して暴力によって殺すこともあります。凶悪ないろんな事件がニュースに出てきても人々は今はあまりショックも受けません。神様が人類に歴史的な大きい分岐点をくださるもう一つの理由があります。第一の理由は何と言いましたか？人の罪と悪によって人類の歴史が衰退していくとき、神様が人類の歴史の流れの途中途中に世界史的に大きい変動をもたらす重要な変革を導き出してくださって、人間工作を成功させるためだと説明しました。そして第二の理由は、農夫が重労働をするとき、あまりにも疲れないで仕事を能率的にするためには途中で休憩を取るのですね。そのように人類も世があまりにも罪と悪がはびこることがないように、歴史的な変化と変革の時代を通して途中で自分たちの今までの歩みを顧みて目を覚ますような時間をもたらすためなのです。例えば韓国は朝鮮戦争があったので国民が大いに目を覚ましました。そしてアメリカなら911当時多発テロもあったし、今はどうでしょうか？世界中がコロナで苦しんでいます。本当に最後に神様が人類全体に目を覚ます機会を与えてくださっていると私は思います。本当に今は第一ペテロ4の7にあるように万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさいというこの御言葉が心に迫ります。今はウィズコロナ時代だと言いますね。コロナと共に生きるという意味ですが、私たちクリスチャンはこの終わりの時にウィズコロナではなくウィズジーザス、イエス・キリストと共に生きる皆さんになりますように、私たちは今のコロナ時代に何をすべきでしょうか？神様が望んでおられることをしなければなりません。目を覚ましていなければなりません。清められて御霊の歩みに入り、全く聖なるものとされるために自分を顧みて目を覚ますべきです。個人的にもそうですが、世界的にもコロナが全世界を覆っているこの時、
世界中の人々が、人類が目を覚まして自分を顧みなければならないと思います。全世界の人々が神様の前に出てきてひざまずいて悔い改めるべきだと思います。皆さん、ワクチンを1回打つからといって全てが解決されますか？そうではありません。また変異株が現れているのではありませんか？ですから、キリスト教社会が立ち上がって教会の名を持って全世界が悔い改めるべき問題だと叫ばなければならないと思います。しかし、もどかしいことに、韓国のキリスト教教会には、社会にはコロナを退ける力がありません。私はこう思います。道会の先生が早く帰ってこられて、100% の再創造の力によって解決できる問題だと。この世でコロナを退ける完璧なワクチンが、ファイザーではありません。モデルナではありません。神様の力です。イエス・キリストの十字架のたとえ地によって罪が清く洗い清められ、聖霊の火によってワクチンが焼き尽くされなければならないのです。ですから、終わりの時、道会の先生と万民の働きがとても重要なのです。第二です。終わりの時の前兆がすでに私たちの日常生活の中に深く入り込んでいるということを悟らなければならないのです。今日の本文マタイ24の3節で、弟子たちはイエス様に、世の終わりにはどんな前兆があるのでしょうと言ったら、イエス様は24節全体で終わりの時の前兆について話してくださいました。ところで、これは人類の歴史を時間的な流れに合わせて言われたのではありません。6節では、戦争のことや戦争の噂とありますが、これは道会の先生は第1次世界大戦と第2次世界大戦だと言われました。第1次は1914で、第2次は1983年に勃発しました。ところで14節にある前兆をご覧ください。預言者ダニエルによって語られた、あの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならばとあります。これは7年間難の中の全3年半が過ぎたとき、反キリストがエルサレム神殿に偶像を建ててイスラエルを迫害する出来事を意味しています。これから起きる先のことです。まだ7年間難は始まっていませんね。今はところで、32節を読むと、イチジクの木がたとえ木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって、葉が出てくると、夏の近いことが分かりますとあります。これはイスラエルの独立の予言です。イスラエルは1948年に独立、すでにしました。これを見ると、イエス様が言われた終わりの時の前兆は、時間の流れによって順番通りに言われたのではないということが分かります。私がなぜこういうことを今説明しているのでしょうか。私は今日のメッセージを準備しながら、YouTube で終わりの時の前兆についての動画をいくつか探してみました。ところでびっくりしました。なぜなら、再生回収は数万数千万回になる動画もありますが、その内容は全然間違っているのです。それで、これが韓国の教会の厳重書なのかと、とてももどかしかったです。例えば、ヨハネの黙示録6章から出てくる災いがありますが、それを話しながら、これが終わりの時の前兆だと説明しているのです。その YouTube の動画は再生回数も多かったのですが、しかしこれは7年間難の時に起こる災い、裁きです。終わりの時の前兆、主が来られる時の前の前兆ではないのです。そして終わりの時の前兆についてのいろんな動画はありましたが、終わりの時の前兆の中でも終わりの前兆についての詳しい内容、説明はありませんでした。それで今日私は、このような内容を伝えなければと思いました。
もちろん皆さんに YouTube を見てはいけませんよは言えないのですが、御言葉を基準にして真実と偽りを見分ける力は必要です。どうすればその力を身につけることができますか？道会長先生のメッセージ、清めの福音を武具として身につければいいのです。道会長先生のヨハネの黙示録のメッセージがありますね。それを聞いたり読んだりすれば正確にわかるでしょう。私は以前韓国の有名な牧師先生のいろんな黙示録公開を聞いたことがあります。自分が関心があったから。でもあまり説明が不足していたし、霊的には満足感がありませんでした。でも道会長先生のヨハネの黙示録公開は完璧です。黙示録を解き明かした完全版だと思います。教科書とも言えるでしょう。もちろん今の時代は自由に情報を共有してSNS で社会的な関係を形成している時代だから、皆さんに私が万民教会の YouTube だけ見て他のチャンネルは見てはいけませんよは言えません。しかし万民の生徒なら一枚上手でなければならないでしょう。それでそういうものを見たり聞いたりしても、道家先生の教え、この清めの福音を基準にして真実と偽り、何が正しいか正しくないかを正確に見分けなければならないのです。そういう判断力、見分ける力の基本になる2つがあります。終わりの時の前兆についてです。まずは主の再臨は2段階の再臨であることです。空中降臨があり、地上再臨があります。空中降臨は第1テサロニケ 4-16-17 にあります。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中に主と会うのです。つまり空中降臨は7年婚宴に預かるために花嫁の備えをした本当の信仰を持っている聖徒を主は連れに来られる時のことです。地上再臨は黙示録19-11-16まであります。11節、また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされるとありますが、この地上に残っている反キリストの勢力を裁き、千年王国を立てるためにこの地上に主が降りてこられることです。つまり空中降臨は敬虚のことです。私たちが空中に引き上げられることですね。主は天から降りてこられる。そして地上再臨は7年間の公演が終わって、主がこの地上を清くして千年王国が始まるその前、地上に降りてこられることを意味しているのです。それで主がまた来られることを再臨と言いますが、正確に区分すれば空中降臨があり、そして地上再臨があるのです。で、次、私たちが知っているべきことは主の空中降臨と千年王国の関係性、順番についてです。ちょっと難しいことですが、これを正確に知っていればとても役に立ちます。キリスト教の中でも違う見解があります。大きく3つあります。まずは前千年王国説があり、後千年王国説、そして千年王国がないという主張もあります。この3つです。1番目は千年王国の前に主の空中降臨があるという主張です。2番目は千年王国がまずあって、その後空中降臨があるという説です。で、3番目は千年王国を否定するないと言っている主張です。この中で
주장이라고 私たちは何を信じるべきかということですね。ドーカージョ先生は全千年億説を教えてくださいました。つまり千年億の前に空中降臨がある、つまり敬教されるのが先にあるということで、敬教された後主が空中に来られて7年光源があって、その後主と共に地上に降りてきて反キリストの勢力を完全に滅ぼして地上を清めた後千年億が始まるということです。幸いなことに多くのクリスチャンがこの説を信じています。でも YouTube などの動画を見ると千年王国の後に空中降臨があるとかそういう説明もあるので、皆さんは正確にしていてよく見分ければいいと思います。もしかして惑わされて他の主張を信じてしまうと敬教についてよく理解できなくなってしまいます。私たちはドーカージョ先生が教えてくださった通りに信じればいいのです。今日は時間がないのでここで終わりますけれども、次の時間に続けてこれについてもっと詳しく、日常生活に現れる終わりの時の前兆について詳しく説明します。そして第3番目として、終わりの時のいろんな前兆の中で一番最後の前兆について説明します。結論です。昔イギリスのある演劇公演場でこういうことがあったそうです。主人公の役をする有名な演劇俳優が舞台に出る前に楽屋にいましたが、火事が起こりました。それで火を消そうとしましたが消えないまま燃え移るのです。それでこの俳優は舞台に出ていて叫びました。皆さん火事です、早く逃げてください。そしたら観客は笑いながら、やはりお芝居が上手ですね、本当に火事が起きたみたいと笑いながらそのままいるのです。でその俳優は楽屋に戻って必死に火を消そうとしました。でも火はだんだん大きくなって燃え移って煙が観客の席まで行くのです。それで俳優は舞台にまた出ていて、皆さん本当に火事です、早く外に逃げてくださいとこのように叫びました。でも観客は相変わらず笑いながら、本当みたい、いや煙まで演出中するんだと、そのままそこにいるのです。そうして信じないため多くの人が死んだのです。皆さん、主は芝居をする方ではありません。聖書は演劇の台本ではありません。一点一画も変わらない神様の御言葉でその通りになります。今終わりの時の前兆が全世界中にあちこちに明らかに現れています。主は間もなく来られます。私がこのようにメッセージを伝える理由は何でしょうか。主がまた来られた時、主を迎えるために花嫁の備えをするためです。今は心を清くして主の心に似て主に愛される最高の美しい花嫁の備えを全うしなければならない時です。最後にこの話をします。ある結婚式場に行ったとしましょう。ところでその式場に入ってくる花嫁の姿を見たら、急いで来る途中で転んだのか、ドレスはあちこちが汚れています。そして靴は片方をなくして引きずっています。顔を見たら表情は辛そうに歪んでいます。なら花婿はどう思うでしょうか。おお、愛おしい我が花嫁よと迎えるでしょうか。花嫁の資格がないのです。あなたはここに入ることはできません、あなたのような人とは結婚できませんと断るでしょう。そうではありませんか。愛する聖徒の皆さん、美しい最高の主の花嫁になるために
神様のすべての武具を取りましょう。光の鎧を身につけましょう。救いの兜をかぶり、正義の胸当てをつけて、福音の備えを履き、真理の帯を締め、信仰の大竹を取って、神の言葉の剣を取り、心には御霊の九つの実と愛の実、八つの幸いの実を豊かに結ぶ皆さんになりますように。はい、聞いたメッセージを思いながら一緒に祈りましょう。父なる神様、大いなる恵みと愛に感謝いたします。イエス様は弟子たちに約2000年前に言われましたが、それが今目の前に終わりの時の前兆が現れています。こういう時に私たちはどうすべきでしょうか。清みの福音を身につけて、神様のすべての武具を取って、主の美しい最高の花嫁の備えをしなければならないでしょう。祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。